県道番号表示の応面立橋付近から、肌の方向を望む、旧道古墳市バス停留所付近神奈川県道71号、肌の二宮線は、神奈川県肌の市から中軍二宮町に至る、主要地報道である。1981年に、東名高速道路、肌の中井インターチェンジが開設されると、この道路の重要性は大きなものとなった。そして、片側車線、 あるいは片側一車線で路肩に余裕のある現在の経路は1989年までに順次開通した。東名静岡方面から湘南地域に向かう際にはこの路線を経由し、青少バイパスに乗るケースも多く、休日には観光バス等も多く走行している。秦野市中井町境界付近から二宮町の西八の平橋付近までは、 九川の西側断球面を通るものである。旧道はむね原道のやや東側を通り、現在も路線バスは一部路線を除き旧道を経由し、地域住民の生活道路として重要な役割を担っている。なお、旧道沿いには1937年まで湘南軌道という軽便鉄道も走っていた。起点より二宮高校前交差点まではほぼ四車線の路線で、 それ以降終点までは2車線である。中井町内は特に信号が少なく、スピードが出しやすい。道路交通センサスより、平成22年度24時間交通量。ありがとうございます。